はい、どうも南翔です。コメントどうしようかな。まあ宿と、シンプルに宿にしましょうか。宿ということで、はい、流れた。 OK。 あ、ただいまです。どうも。まあじゃあお見せしたいものを先に出しましょうか。これちょっと立ってって、これエクスペリアのカバー付きのやつなんで、カバーがこうちゃんと前面も守ってくれるように蓋があるんですよね。で90度にすると立つんですよ。この後すごいものが、いや全然すごくないですよ、全然すごくないんですけど、まあ、こちらなんですけど、これね、これいくらない500か、そうですね、500って書いてますね。これ500キープ札なんですよ。もう基本的にはね、500キープなんか今も全く見ないんですよね、市場では全然見ないんですけど、これ500キープ札で、でこれまあ触ってもいいと思うんですけど、一応新札なんですよ、これどれも全部。ちょっとじゃあ端だけ触りましょうか。まあ、こんな感じで全部新札なんですよね。ちなみにですね、俺今金、財布はちょっと濡れたやつをどこ置いたんかな。濡れたんで出して、あ、違う、この中に入ってんのか。見ないというのはね、単位が今通貨の単位が、単位じゃないんか、みんなが呼んでるのがなんとかパンって呼んでるんですよ。でパンって線のことなんですね。これタイ語とラオス語で共通してるんですけど、だから例えばヌンパンだったら、線になるんですけど、さっき見てみたら円で言うと、いくらになるんや、10万切符が、あ違うか、え10万切符がか、10万切符が、え10万切符やったっけ、うん、多分10万切符だったで調べたと思うんですけど、あ違う、50万切符か、50万切符が、あ違う、やっぱりちょっと確証ないからやめましょう。とにかくね、1000からしか始まらないんですよ。で、昨日の例えば食事代が、ちょっとねバーみたいなところで高かったんですけども、50万切符だったんですよ。で、そんな単位なんで、これも使ってないっていうことなんですね、もうほとんど。でラオスのお金って結構この汚れやすさの部分とかいろんな部分で、結構ね色が変わってしまうんですけども、ラオスの通貨キープ、そうですキップとキープの間みたいな発音になってますね。ラオスで通貨の単位が、そうなんですよ本当に。だからなんとか線って、例えばだから1キップから存在してるんだったら1キップ、あ、ヌンキップ、ソンキップになるんでしょうけども、そういうふうに言わないんですよね。例えば1000バーツがヌンパンバーって バーっていうのが、まあバーツになるんですけども、タイだとそういうふうな言い方するんですけど、例えばシッパンみたいなことを言うんですよね。だからパンがね通貨みたいにも聞こえるような言い方するんですよね。で、50万キップとか単位大きいのやめてほしい。そうでしょう本当に。だって今の僕昨日両替ちょっとガサッとしたんですけども、その時の両替で、100万キップ札がメインで返ってきましたからね。もう分からなくなるんですよね、ゼロが大きいと。旅の終わりぐらいにはちょっと慣れてくるんですけどね、毎回。インフレ間違いなしです。全然値段、本当に、ここ最近はそうでもないですけども、そもそもあれでした。僕が、ラオスに初めて来た時には、両替すると、5000バーツ両替したんか、あれですよ、本当に
どれぐらいの量って言えばいいでしょう。あ、そう、これ、あの、大げさじゃなく、本当に、これぐらいの、札束がこれぐらいの量で、これあれでしょ、札束だとしたら1、2、3個ぐらいでしょ。そうそうそうです。まさしくこれぐらいの量で、札束来ました。ドーンと。だからもう、財布用意してたんですけど、財布なんか全く必要がない。あの、カバンの中にぶち込むしかないみたいなね。で、その時は、その、まあ、だから、それが何枚みたいな単位で、勘定してました。すごいでしょ、本当に。だそれを、診察をこう、吸って、補ってるみたいな感じですよね。だ出飲みした方が良さそうなんですけど、まあ、そうはしてないみたいな。まあ、出飲みやったらやったで、またなんか、あの、その影響で、通貨が揺れたりすると、めんどくさいことになるんでしょうね。っていう感じだったんですよ。で、ちょっとね、あの、この財布じゃなかったな。こっち、タイバーツ入れてる財布やな。ですね。僕実は500持ってるんですよ。あの、まあ、2枚合わせたら1000になると思って。で、そっちの500と比較してみましょう。2枚持ってるんですけど、まあ、1枚だけでいいですよね。こんな感じなんですよね。もう使い込んでヨレヨレなってるんですけど。これ不思議ですね。ここの模様なんですけども、これあのなんて言うんですかね、こっから2つのこう角みたいなのが出てて、こう真ん中になんかこうデザインあしらってて、でこうラオスの風景が真ん中にあるっていう感じなんですけど、こうやってあのキャスのぼんやりした絵で見ると、なんかこうちょっと太ったホーチミンさんに見えますね。見えないですかこれ、ちょっと太ったホーチミンさん。これだけかな。まあ、こんな感じの、あの、札なんですよ。あ、見えるでしょ。あ、やっぱり見えるでしょ。見えるでしょ。ラオス経済、経済、その、発展がね、難しい国なんで。あ、確かに、やっぱりね、これ、そうですよね、カリドさんもね、ヒラリンさんもね。そうですよね、本当に。これ全然見えないんですよ、肉眼で見ると。ぼーっと見たら、あ、そうか。目をこう細めると見えないこともないな。これすごいことを発見したかもしれん。実はラオスの魂がそこにね、込められてるみたいなね、実は昔の王族ですとかね。裏はこんな感じなんですけど、あのね、綺麗さがね、当たり前なんですけど、全く違うんですよ。もう全然違うんですよね、こうやって。スタートレックのクリンゴにも見える。ああ、なるほど、なるほど。ああ、そうも言えますね。確かに、確かに、そうですね。で、このね、僕思うには、この500切符札って、もうなくなると思うんですよ、近いうちに。あの、ちなみに僕は、前まで持ってたのに紛失してしまったんですけども、これ100っていうのも持ってました。それが、ちょっと、あ、それどころかね、僕ね、ラオスの硬貨も持ってたんですけど、昔。なんか、あの、古銭と海外の、コインを扱ってるようなお店で、買ったことがあったんですけど、なくしてしまったんですよね。なんかでも、すごい安っちいお金で、その時に僕は、両親に、のどちらか、まあ、父親やったんかな、こういうこと聞くのは。あのラオスって一体どこの国なんみたいに聞いたんですよね。で、父親もちょっと聞いたことはあるけど俺も知らんなみたいな話で、であのその数日後にこう人づてにいろいろ聞いてくれたんでしょうね。で、あのなんかすごい貧乏な国らしいぞって言って、あのそれで僕はあのそのお金が、まあ言ったら1円玉のでっかいみたいな、まあ、だからアルミだけでできてるみたいな雰囲気のお金だったんですけども、ああそういうことなんかっていうのをね、理解できたんですけど、まあ、そのラオスに来れて僕本当光栄なんですけど、こんな風にボロボロなんですよ。だからこれはきっとなくなるので、僕はこうもう手に入れるなら今がチャンスかなと思って、っていうのをさっき両替した市場で置いてたんですよ。でこっちは売り物なんじゃないのって言ったら、うん、これあのこの札のこう、まあ、束じゃないですけど、まあ、何枚かあるんですけど、このセットでいくらいくらっていう売り方してるよって聞いたんですよね。
ちなみにこれ、全部で、これだから1万あるはずなんですよ。1万切符あるはずなんですけど、1万切符を1万4000切符で販売してるよっていう話だったんです。でも4000切符ってめちゃくちゃ安いお金なんで、寝かしておいての価値はどうなんですかね、実際のところは。どこまで価値あるんやろうな。まああんまりないとは思いますよ。ないとは思うけれども、まあなんて言うんですかね、心の価値みたいな感じですかね、僕的には。あんまりこうこれを打ってどうのこうのってあんまり僕は思ってないので、自分で記念紙幣として持ってて、まあ、これが、まあ、例えば新札でまだ手に入る時代のラオスに旅行にしたっていうのがね、なんかこう自分の中で欲しいなみたいな、まあ、そういう気持ちでね、いたりします。なんか結構ね、ラオス人の中にも、焼き鳥屋の人やったかな、ラオス切符で、まあ、この500で俺なんか払おうとしたんですよね。で結局、これも間違いで払おうとしただけで、実は、5000だったんですけどね。でハハハって笑いになって、 でもそんな、そんなお金持ってるんやねみたいな話になって、その時に、僕は100持ってるよって言って財布の中から100切符見せてくれたんですけどね。そんな感じでこう、ラオス人の方もね、ちょっとした記念に持ってたりするみたいですよ。なんとなく50年寝かしたらね、ガチャありそうでしょ。そうだと思うんですよね。もうだって使わないですからね、これね。だから他にも1000とかもあったし、5000、1万、あと5万、あと10万は置いてあったかな、新札で。まあ置いてあったかもしれません、ちょっと忘れたんですけど。あと2000か、その辺も置いてあったんですけど、まあそれはちょっと手を出さないことにしました。あ、思い出プライスレス、いいこと言いますね。そうっすよね。いや本当そうだと思いますよ。思い出は本当プライスレスです。っていうので、まあちょっと僕いいものを手に入れたなと思って、まあそれ皆さんにどうか分からないんですけど、僕はちょっとね、これ飽きたと思って、いやまあそんな感じです。かりんとさんって部屋ご覧になられたんでしたっけ。僕この泊まってるところのちょっとそれをご紹介しましょうか。で、俺ライターどこやったんやろ。さっきタバコ吸った時にライター外出してきたんかな。あ、あったあったあった。まあ、ちょっとね、じゃあぐるっとお見せするんですけど、まあ扉があって、で、これ、トイレ、シャワーがあってなんですけど、まあこんな感じなんですよね。ちょっとね、広めなんですよ、作りが。あとね、そう、これヒラリンさんとか、まあカリントさんもそうですけども、皆さんにね、ここすごい静かな部屋だって言ったじゃないですか。で、静かなのは普段本当静かなんですけども、昨日寝てたら、だいぶ遅い時間に白人たちが帰ってきて、ものすごい大きい声で喋ってて、まあもう酔っ払いまくりなんでしょうね。めっちゃ大きい声で喋ってて、で、これちょっと中もね、一応紹介しますね。こんな感じです。これちょっとおしゃれになってるんですけど、かえってね、ここに何も置けないので、これ石鹸は置いてますけど何も置けないので、なんかこう気をね悪くしたらもったいないと思って、水気のものを置いていいのかどうかちょっと悩んでます。で、一応トイレットペーパーあるんですよ。今日も買い持ってきてくれました。ただしラオスのトイレットペーパーいつもそうなんですけど、拭きすぎると絶対痛くなるので、これ要注意です。すごい粗い作りになってるので。でもね、結構こんなの貼ってあったりして、なんかいい感じでしょう。こんな感じです。ここはシャワーだけなんですけど、ちゃんとこう壁で隔てられてて。で、乾くのも結構思ったより早くて、で、水も切れてるんですよね。僕、さっき足洗ったんですけども、結構ね、乾くの早いです、なぜか。部屋取れた。あ、一軒家。あ、そうね。そう。その話。そうですよね。その話しないかんね。一軒家を、まあ、見に行ったんですよ。その時にちょっと僕も配信しようかなと思ったりもしたんですけども、ちょっとその時は、まあ、
お金の話もちょっと絡まってくるんでね、いくらで借りられる、いくらまでなら引けるとかね、いう話にもなるんで、ちょっとまあ配信をずっとしててっていう感じにして、こっちはこっちで日本人で喋ってるというのはこう雰囲気的にどうかなと思って、でちょっとやめちゃったんですけども、見ました。で、写真も撮らせてて撮りました。あ、いい感じでしょ。いや本当落ち着いた感じなんですよ。あ、でちょっともう話いろいろ前後して申し訳ないんですけど、まあ、そんな白人の人がすごい騒いで帰ってきて、ちょうど向こうの向かい側の部屋だったんですけども、そこにビール瓶並べてわーって飲んでたみたいで、朝になったらビール瓶めっちゃ並んでたんですけど、それで起こされたりするっていうのはね、部屋入ってもまた騒いでたんですけど、でもまた出てきてまた騒いでっていうのを3回ぐらい繰り返してたんで、それでもなんか問題になってなかったっぽかったんで、これ多分声結構いけますね、静かにしなければならないって感じじゃなかったと思います。あ、それから昨日気にしてた理由の一つに、この隣の部屋がもう電気消えててっていう話したじゃないですか。ここも静かな人だったんですけど、ここの人もかなり遅くに帰ってきてました。少なくとも12時半以降であることは間違いないですね。僕が寝始めたのが12時半ぐらいだったんで、うとうと仕掛けた時にガチャガチャしてるのが聞こえて、あまりにもはっきり聞こえない、多分あれが隣の人なんですよ。だから、まあ、結構いいんかもしれないですね、本当声とかは普通にね、そんなカラオケ大会とかにしなければね。で、何の話だったっけな、前後しすぎな、あ、一軒家の話。一軒家は昨日見に行ったとこでした、やっぱり。3軒見たんですけども、裏側のちょっと大きいとこは置いといて、表側、これ出て、こっちずっと入っていったとこにある、一番奥にあるとこは、そうだったんですよ。一軒家のとこだったんですよ、やっぱり。1万切符120、あ、多分それです。10万切符多分1200いくらでした。そうです、そうです。大体それぐらいです。で、そこの部屋が、中、その、やっぱりね、さすがに一軒家だけあって、部屋が2つある形になってたんですね。ベッドルームが、正方形に近い形であって、で、家自体が正方形に近い形なんですけども、その中に小さい正方形が、どこかの角によってこう一つ 角に、角をからこう線引いたみたいな形であって、で L 字型にこう他の部屋が作ってあるっていう感じなんですよ。で、そこがね、まず広くて、で両側にエアコンもあるし、でしかも一軒家なんで、扉開けたら、まあ、隣の家がすぐ横でこう、まあ、なんて言うんでしょう、こうトタン の継ぎはぎした壁越しに、まあ、はっきり見えてたりするし、屋根もそんな高くないんで屋根も見えてたりするんですけども、一応その柵も何にもない感じのベランダっぽい場所もあるのはあったんですよ。これはまあタバコ吸ったりするにはものすごい便利やなっていうのは、まあ、あったのはあったんですけどね。ただね、僕のお部屋カラオケ配信いやカラオケ配信ってカラオケシステムがないので、これどうしたらいいんでしょうね、僕アカペラじゃないですか。そう、10万キープで、そうですね、確かそうでした、そうでした、それぐらいの価格でした。全然見たの忘れてましたけど、そうでした、そうでした。で、その一軒家の値段は、タイバーツで言うと600から700バーツの間のどこかだって言ってたんですよ。ホグロイジェロイって言ってたんで。600から700バーツだったらすごい安いから、もうこれ変わっても全然良かったんですけども、ただね、床が板張りなんですよね。で結構古くて反ってたり、壁も汚れてるし、
結構その床もちょっと反ってるとことかがあったりして、で下が見えるとこがベッドルームの方にも何箇所かあって、 L 字型の方にも何箇所かあってだったんです。だからこれアリとかあの蚊とかそっちはまずいなと思ったんですよね。でこれ多分だからこっちの部屋って全部リノベーションしてるんですよね。マジかって、そうなんですよ。それでちょっと僕やめたんですよね。そうじゃなければ部屋も変わる気満々で行ったんですけど、まあ、1000は出すつもりなかったんですけども、800バーツぐらいだったら僕変わるつもりだったんで、600、700って聞いた瞬間にあもうこれって思ったんですけどね。まあそっちはそっちで味のある部屋だって言えば味のある部屋なんですよね。だから僕こっちを案内されてなくて、実はね泊まる時にも、配信してたと思うんですけど、一軒家みたいなとこあるんちゃうっていうのを一応ね僕なりの拙いタイ語で聞いてみたんですけど、まあ、タイ語のねこのラオスなんでタイ語の通用度っていうのもあるし、僕のタイ語が下手だっていうのもあるし、うまく伝わらなかったみたいで分からなくなったんで、まあマイペンライ、まあいいよっていうね話にしたんですよ。でその時にまず直行便で案内されたらそこでいいやってなったと思うんですけどね。使えない、そうなんですよ、使えないんですよ実は。だからあ、アリねカニドさんのアリ、今日2発目ですねこれね。カノムクロックの話から2発目のアリ、アリありがとうございます。アリアリありがとう、クワッチーサビラクワッチーサビラって何やったっけ。あ、あれありがとうやね、あのリンケンバンドありがとうでした。ちょっとプチカラオケ大会やってしまいました。まあ、そんな感じでまあこんな顛末をねお知らせした次第です。いやあれちょっとねいや今度来る時に、なんか今度来ることがあったらちょっとリノベーションしててほしいですね本当に。すいませんこのなんかくしゃくしゃで、向こう側はね全然くしゃくしゃになってないですけど、こっち側は結構くしゃくしゃにしてしまいました。あれ俺シーツまで引っ張ってない、これシーツ違う、あシーツやんこれ、ちょっと違うんか、あ違う、ここまで来えんもんね、ここまでしか来えん、シーツじゃないんか。一軒家の方修復できないくらい儲かってないのかな。うわどうなんでしょうね、あんまりだからここもね高くない、まあコスパのいい宿だと思うんですよ。で今日酒飲んでた西洋人の人たちはチェックアウトしていったみたいです。多分ね僕雨の中帰ってきた時にあれなんて言うんでしたっけ、ザックのめちゃめちゃ大きいやつ、何やったっけ、バックパックだ、バックパックね、バックパック持って何人かの西洋人が出かけてたんですよ。でもうだからここは引き払うみたいなね感じの歩き方してたんです、荷物の持ち方してたんですけど、ビール瓶も全部片付いて、まあ片付いたのはまあねベッドメイキングとかのことで片付いたんかもしれないですけど、でもあれで多分だからチェックアウトしたんだと思います。でそこがチェックアウトしたら隣に人がいるかどうかだけなんですね、僕の知ってる限りでは。でまあまあ僕はまあ僕にしてはっていう程度だけなんかな、割と今回はまあ雨もこうやって多くて宿に割といるんで、そんな意味では出入りしてる人の感じが全然ないなっていうのはまあ思ってるんで、あんまり儲かってないのかもしれないですね、そういう意味ではね。でもこの宿は宿にレンタルバイクもついてますから、まず国際免許とかのある人にはまあ足には困らない、まあ、そのバイクにね乗りたいか乗りたくないかっていうのはありますけど、
テレビねつけたんですよ実は。これねテレビちょうど映してましたもんね。テレビつけたんですよ。もうお分かりですね。お分かりですね。これ反応せえへんやまた。まあこういうことなんですよ。だからなんやねんもうほんまに。一回消すけどさ、これもね相変わらず電気も使わずみたい。でもこの間あれでしたよね、これやったらなんかつきましたよね。今日ねこれこっちのもう一個のリモコン意味のわからんリモコンが反応しないんですよ。つかないでしょ、つかないんですよ。押しても使い方聞こう。まあねそれ早いですよね、それがね本当はね。ヒラリンさんもカリントさんもどうです、現地でテレビって結構見られたりします？僕ねこうやってお話いただいたんで結構この、あすいませんちょっとベッドでちょっと楽にさせてもらいますね、すいません。結構ね叩けば、いやこれ配信もしてるし今叩いたらやばいんですよ。これ通報される。タイの、テレビ昔、あそうなんですか、ネットでね、まあまあ見れますよねきっとね今。あそうかそうかそうか、でも昔なんですね、飽きられたんかな。ロシア式ロシア式ってどんな感じなんですか。いや僕ねテレビっていう発想がね、いつもテレビついてるのにもう石ころ帽子なんですよね、全然テレビの意識がない感じで過ごすんですよね。まあ、よっぽどやることなかったら例えば NHK 入ってないのかなとかねちょっと探してみたりするんですけど、ほとんど書けないんですよね。皆さんどうされてます？でもまあ僕も新しい国ロシア式はとりあえず叩くやつがね、そういうことですね。なるほど、証ですね。まあとりあえずこの枠で一旦終わりましょうかね。まあまずはねそろそろ飯食いに行けるんじゃないかと思って、テレビのある部屋ならちょっとつけたり、その感じは分かります。僕もだから嫁とどっかに行ったりするとプーケットだったんですけども、プーケットとかだとちょっとつけたりとかあったりしますね。で一人だとめったにつけないんですけど、やっぱり初めての国はつけますね。ここの国には来たことないというところだとちょっとどんな感じか見てみたりしますね。でも大概10分以内に終わるんですけどね、視聴がね。さあまあそんな感じで、そんなにお腹は空いてないんですけど、まあ、7時になったんで、まあね、ほんとね、8時ぐらいになると本当に空いてる店の数がぐっと減る感じがあるんで、そろそろちょっと飯食いに出かけようかなと思います。雨も今上がってましたよね、多分ね。ラオスにありますあります。僕今あるんかどうかちょっと分からんですけれども、なんかこうあれですよ、若かった時ね、もっと全然若かった時、それこそ1990年代とかに初めてラオス来た時に、まあどっかでさ酒飲もうっていうことで、そういうとこ行きましたよ。なんかルクトゥみたいな感じの、でもラオス語のやつが流れてて、もうちょっと穏やかな感じ、まろやかな感じの音楽でしたけどね。ダンスしてましたよ、みんなラオスの人たちが。突撃ラオスの晩ご飯ね、ちょっとでは行ってみたいと思います。今回はちょっと食堂的なとこじゃないとこ行ってみようかな。じゃあちょっと奮発気味っていうのを考えてみて、川べりに近いあたりを攻めてみたいと思います。ということで、それでは皆さん、まあ一旦ちょっとお別れしましょう。まあ雨が降ったりしてまた出れなくなったら、まあそれはそれでちょっと遅くなるかもしれませんけど、ということで、それでは、またお会いしましょう。またです。